ウィンドボナの創造図西暦250年頃のウィンドボナ。オレンジが鳥の建物。周辺の茶色がコンビ。ウィンドボナは古代ローマの時代に置かれた都市。現在のオーストリアの首都ウィーンの原型であり、同志のラテン語による故障でもある。この地は、元来はケルト人の集落であったが、後にローマ人が現在のウィーンの位置に宿営地を置いた。 紀元前15年には乗り組む王国がローマ帝国によって征服され、ドナウ川が帝国の境界線となった。そこでローマ人はドナウ下藩に鳥出と入植地を設けた。地理学者プトレマイオスは著書地理学でウィンド・ボナに言及した。歴史家アウレリウス・ウィクトルはマルクス・アウレリウステが マルコマンに戦争の最中百180年の3月17日に司令部の一つを置いていたウィンドボナで死去したことを伝えている。現在でもホアーマルクト広場の近くにはマルクス・アウレリウス通りが存在する。ウィンドボナはローマの属州ではパンノニアに属した。この管区の中心はカルヌントムであった。ウィンドボナは居住地を併設した軍事基地であった。 ドナウ川の向こう岸には2世紀になって、ゲルマン人が大規模な商業センターを含む入植を始めた。現在でも、ウィーンの道路網には、人営地の輪郭が見て取れる。グラーベン、ナーグラー工事、ティーハーグラーベン、ザルツグリース、ラビンスタイグ、ローテントゥルム工事などである。例えばグラビンは、砦の掘り割りに遡る。ありがとうございます。